2018年マ・ヤンソンが率いるマッドアーキテクツは第7回大地の芸術祭で光のトンネルを発表。中国建築界のトップランナーが手掛けた作品は公開とともに大きな反響を呼び、年間30万人もの人が訪れる一大人気スポットになりました。そして今年、作品のコンセプトや背景、設計の全段階を紹介した書籍が全世界で刊行されました。その出版を記念し、光のトンネルに携わった人々からお話を伺いながら、このプロジェクトの全貌に迫ります。光のトンネルはいかに清津峡トンネルを蘇らせ、そして越後妻有に新しい息吹を吹き込むことができたのでしょうか。まずはマッドアーキテクツ代表マ・ヤンソンと大地の芸術祭総合ディレクター北川フラムによる対談です。この人気作品が生まれるに至った背景や設計思想、そしてその社会的な意義とは一体どんなものなのでしょう。では最初にマーさんにこの、トンネルの、作品をお願いしたところから始めます。で、まあ共通の友人であるハブアートの孫さんから、マーさんの話はいろいろ伺ってました。それで、僕は中国のそのいいアーティスト、あるいはいい建築家を探していたというふうなことがあります。それで、マーさんの作品、あるいはいろいろな意味での構想を見ていて非常に面白いと思った。でそれは、世界的な建築の潮流、非常に、材料とかあるいは構造とか非常にダイナミックに使いながら、もともと中国にあった自然との関わり方、山水ですね、そういったものを非常にうまく、掴んでいて、でしかも新しいデザインをやってるという意味で非常に興味を持った。でこれが一つです。で二つ目は、まだお互いに何も知らない時に、瀬戸内の芸術祭でやっていたアジアフォーラムというのに、マーさんが来られていて、その時にいろいろな人たちがいる中でワークショップをやっていくわけですが、その時に、マーさんが非常に若々しく、しかもなんていうかな、歯切れがよくそのワークショップのメンバーになって一つのチームを引っ張っていった、そういうふうなことを見てて、あ、この方はなかなか、優れてるし、面白いというふうに思った。でこの2つが、ありました。それで、実際に越後妻有の中で、古くは山道で非常にみんなが楽しんだ日本でも有数な渓谷、これが、壊れてそこにトンネルを作ってきた。だけどそのトンネルは外界とつながらない長いトンネルなわけですね。でそれがせっかくもう土崩れその他があって、それからトンネルを作ったんだけれども、そのトンネルがやっぱあんまり面白くないと。そのトンネルがある世界は非常に外は面白い、日本でも有数な、渓谷で、自然との関わりがある場所ですが、これが、うまくいってないという中で、そこにいくつかの開口部がある、これを建築的にできないだろうかというふうなことがあって、その時に、じゃあこれはマーさんにお願いできないだろうかというふうに思った。これが、お願いした時の理由です。その2つ目の理由の中で、おそらくトンネルを頼む前だと思いますが、北京のマーさんの事務所に伺ったことがある。でこの時に金魚のお家っていうのとがあって、事務所の真ん中に卓球台があって、これはすごくやっぱり良かったですね、マッドアーキテクツは中国の建築家マ・ヤンソンにより2004年に設立され、ダン・チュン・早野陽介の3名が主催する建築事務所。
東洋の思想を取り入れながら人と自然、環境との情緒的な関係を創造し、建築文化の未来を探求しています。現在は中国、カナダ、イタリア、フランス、オランダ、日本、アメリカなど世界各国で活躍の場を広げています。其实特别感谢北川老师，我呢，其实，在认识北川之前就来过濑户内，我就对那个环境啊，和建筑就留下很深的印象。然后后来有机会去参加这个濑户内的研讨会的时候，就第一次见到了北川老师。我去做那个介绍自己作品的时候，我其实就特别希望北川能邀请我去做一个作品。但是我们。不知道是什么样的机会，最后有机会做这个隧道呢，其实我认为这个作品的成功有一半是因为北川老师他挑选了这么一个课题，因为这个课题本身的条件就非常的有意思，也是这个作品最后能成功的一个关键吧。因为这个隧道呢，这个光之隧道的作品它不是凭空做出来一个作品，它其实是有场地的关系的，原来有这么一个隧道已经在那儿，然后呢我觉得最重要就是它的内部的这种压抑感，还有它外部的就是洞口外面的那种美，自然的美，这两个反差特别大，所以呢到了我们做这个空间的时候，其实最重要的一点就是想把内外有一个对话。ありがとうございます。僕も実際にその体感してみて本当に面白かったのは、トンネルの中に何かを作るっていうんじゃなくて、トンネル自身のこう圧迫感がある、閉ざされた空間を装置にして、すごい強烈な空がすごくちゃんと高い、あるいは水がすごいほとばしってると、そういった外界と出会う装置にしたというふうなところに驚きました。でそれが3つある開口部、途中のトンネルの途中にある、そうすると一番奥の本当に行き当たりの全部渓谷が見えるっていうところに出ているわけですが、でその一つ一つに面白い出会い方を作っているっていうのが本当に驚きました。二つ目ですけれども、手前の足湯と言われている場所ですね、皆さんが入る場所で、それを、その全体のイントロダクションというもう思えるような形で、その外の世界を天井から取り込んでるというふうなことも面白いなと思いました。これが2つ目です。で3つ目ですけれども、このトンネルの中にそれ3つの開口部と奥の、場所の違いもそうですが、この長い1キロ弱のトンネルの中で、その明かりとかあるいは音とかそういったことを、使いながら道自身を楽しくしていくというふうなこと、非常に、最初に入っていくところから、また戻ってくるところを含めて、体全体で体感するそういう装置にしてくださったっていうのが本当にやっぱり良かったと思いますね。トンネル内部はさまざまな色の明かりが空間を照らし、4つの見晴らし状をつないでいます。一つ目の見晴らし状はあえて手を入れず当初のまま残されました。二つ目の見晴らし状に来ると特徴的なトイレがあり、三つ目の見晴らし状の壁面は水滴を連想させる鏡に覆われています。そして終着点となるパノラマステーションでは、水鏡とステンレスパネルによって風景や光がトンネル内に呼び込まれ、外部が内部に溶け込むような効果を生み出しています。もう一つ本当に感謝しているのは、この地元の人たちですね、地獄つまりの、あるいはそこの役所の人たち、そして、マッドと
一緒にやる設計事務所とか工事する人たち、そういう人たちと非常に、まあ、うまくやってくれた、早野さんが頑張られたと思いますが、その人たちとの問題を起こさないでいろいろつなげてくださった。それで予算上の問題もあって非常に工夫してくださいましたが、で今回はここまでだというふうなことも納得してくださって、それで、また2年後に、次の開口部で、さっきも空間を作れた、そういうことを含めて、とにかく現実の、地元とかあるいは予算とかそういう状態と合わせながら、作品をやれる範囲で頑張ってくださったということにものすごく感謝してます。でまだできてないのが残念ながら、トンネルの形をした、なんていうかな、ペンライトができてないのは、あれはなんとかなると面白いなというふうに思っていますけれども、まあそんな感じで、で非常にいろいろな意味で、だから皆さんが頑張ってくださったことが非常に多くの人たちの共感体感を、体験をこう促しているというふうなことは良かったと思いますね。第一次去的时候呢，我还记得从那个火车下来以后，坐汽车进到那个山里面嘛，然后能看到很漂亮的山，然后还有农田。我觉得整个这个路程都特别美，就自然已经很美。然后其实当你进到洞口以后呢，你是被隔绝了，你被隔绝在这些美之外，而你在进入它之前已经看到了很多美的东西，所以其实到最后呢，我想这个空间肯定是一个人的精神空间，因为它已经就是你无法再去做更多的美的东西跟这个自然去竞争了，所以我觉得这个对话呢，可能需要去塑造出一个场景，就是在自然界中没有的，那但是呢又是从自然中来的，那我觉得这个就当时有一个特别强烈的想法，就是制造出一个天和水互相反射的这么一种气氛。所以呢我觉得这个作品到最后呢是用光和水作为材料，然后呢去塑造了一个想象的空间。其实这个跟我理解建筑也有点像，就是我觉得建筑是人造的，它需要去，有时候这个材料呢是自然界中来的，但是它所塑造出来的这个空间和它的气氛，我觉得应该是超越自然的，就超越客观的自然，而变成一种精神性的空间。我觉得这个概念可能在建筑和艺术之间是互通的。ありがとうございます。で、これはまあ、このマーさんの、光のトンネルに限らないんですが、いろいろな地域、日本でもそうだし中国でもそうだし、どんな場所でもやっぱり素晴らしい、自然があるし、そこで人が生きてきた場所にはだからそれをまた感じる力があるわけですね。でそれはいろいろな場所に神が宿るっていうか、そういう感じがあると思います。でそれが地元の人たちに大きな自信を与えるというふうなこと、これが大地の芸術祭あるいはそのマーさんたちの光のトンネルとかいろいろなことが地元に誇りを与えてきたと。でそれが多くの人たちが来られてまたそれを褒めてくれるというこの体験経験ですね、総合的な。これが地域の人たちにその土地の誇りを生むだろうと思っています。で、今回の中でやったって僕は思ったのがありまして、この光のトンネルを日本の美っていうのを特集して世界にちゃんとこう発表するときに、もともとあった仏像とか
絵画とか蒔絵とかそういういろんなこともあったんですが、メインビジュアルとしてこの光のトンネルを、日本の文化庁が出したっていうことは本当に僕は、開催っていうかね、本当に嬉しかった。つまりこの土地にあるいろんなものを外国の人の目で見て、その面白さをこう感じさせる、あるいは作る、仕掛けを作るっていうこと、これがやっぱりあの美術とか建築が持ってる良さだし、それぞれの土地が持ってる良さ、これが本当にうまくつながって、出てるというふうなこと、これは本当にあの芸術祭なり美術なり建築が持ってる良さだと思いましたね。これは本当に嬉しかったです。啊，确实，那个，我觉得好多在网上，social media 上面看都是一张两张照片嘛。但其实我觉得这个作品特别特殊的就是它有一个挺长的一个时间线，因为它本身就有700米，你走到里边再走出来要1公里多时间，而且外面还有另外一个建筑，而且里边就是整个的这个体验呢都挺丰富的，因为它有好几个不同的这个空间，所以我觉得它是一个跟时间有关系、跟人的感受有关系的这么个作品。就包括到最后你要脱了鞋，光着脚走到水里，这个感觉你不可能从照片上或视频上能感受到。所以我也觉得这个，包括刚才说的这个手电啊，其实是。我们一开始想，那个隧道里都是黑的，连灯都没有，然后大家要去自己拿着一个光源进去去寻找作品啊。然后，我觉得这整个的，一个体验式的一个空间，就是需要大家去实地去看，而就是说不只是看照片啊、视频这些，所以也非常欢迎大家去看这个作品，然后。我记得这个实现过程啊，确实像北川老师说的这个，我第一次去开会拿这个方案，很多的人一起讨论，施工的人还有政府的人、当地的民众，然后呢，有我记得特别清楚，就是大家遇到了一个问题，觉得有难度要实现它，然后大家开始争论的时候，北川老师突然站起来说：“这个大家不要讨论了。”听艺术家的，我觉得当时我就如释重负啊，我觉得总是要有一个时间点，就大家对要做的事情充满着信心，然后最终呢这个效果才能呈现出来，然后令大家满意。はい、ありがとうございます。で、あの今度のこの光のトンネルでやったくださったことっていうのは。もしかしたら私たちがもともといろいろ中国の思想とか考え方っていうのを受けてきている、でもともとその中国の古いあるいは今も続いているある考え方は自然の中に自然、まあ山に隠生するとかね、であるいは山っていうものが人間を包んでくれるとか、そういう古い思想が哲学がずっとあって、人間となんかこう人間がその中で抱かれているような部分っていうものを感じている、でしかもそれは神様がいるようなまたすごい世界だというふうなこと、この私たちが持っているこの数千年の自然との関わり方、これが今マーさんが言われたような感じで遺伝子の中でなんとなく皆さんが感じている、それがこの作品のもう圧倒的な人気になってるんじゃないかというふうに思っています。本当にありがとうございます。我也看到那个，我也非常荣幸啊，这个作品能跟日本其他的特别传统的那些艺术能被放在一起。我是觉得呢，一个非常美的一个景象啊，就是不管它多美。它终究呢是一个现实，我觉得就是一个山村、一个田地、一个云彩、一个太阳，它是一个客观现实。但是我觉得艺术，
它其实是在现实中又打开了一个时空，另一个时空，它会让本地的文化变得就更加丰富。所以我觉得在月后七友就是通过这些作品，其实就打开了很多的窗户的感觉，让人呢不仅能看到这些原本的美，而且能通过这些新的时空就去到很多不同的世界。我觉得这个是无论是给那个外边的人来这儿，还是说本地的居民，都是一个特别好的一件事情。因为我们每个人其实无论你生活在哪儿，你的生活的这个日常是客观的，是本在地的，但是你的精神其实是可以非常丰富，你精神世界可以非常大的。所以我觉得这就是大地艺术季，其实是带给了这个可能性。ありがとうございます。まあさんの最近の作品でまたすごい空間がいろいろ、写真でわかるんだけども、いつか行きたいなと思ってますね。それとあと最近光のトンネルに行った人たちがいろんな意味で写真を撮って、でこの写真をいろいろ工夫して非常に面白いものがインスタグラムに上がり出してる。これも第二次的な作品が生まれ始めてて、それはまたいつかまとめて送れれば本当に面白いなと思ってます。まあそちらでも見れるか。我也是有这种感觉，我觉得就是东方的，基因里边，对这个自然还有负空间，就是在我们这个里边，其实就是一个 negative 一个 space，就从整个的这个进到山里面，因为山是突出的，我们进到山洞里边，把这个负空间。跟外界的一个关系，我觉得这个确实在很多传统的空间里都有很多挺好的那个案例，所以我觉得这个作品虽然很现代，而且又非常讲究跟公众的互动，这一切都是很当代的，可是它确实在深层是有跟古典的这种传承的。那它其实，在我的建筑实践中，其实有时候也追求这个东西，因为，我就希望这些传统的，一些情感方面、精神方面的这些，收获，能通过一种创新的方式能表达出来，所以我觉得这个作品虽然就是。创作的过程是感性的，但是我现在回过头来看，其实它有很多的原因造成了它可能就是必须是这么一种呈现。どうもありがとうございました。またお会いするのを楽しみにしてます。是的，是的，我也看到了很多，我也特别希望能更快的能来到艺术节，然后也能看到很多新的作品。光のトンネルを手掛けたマットアーキテクツのマ・ヤンソンと大地の芸術祭総合ディレクターの北川フラムに、この人気作品が生まれるに至った経緯や作品の思想などについて伺いました。次はより具体的なプロジェクトの内側へと迫っていきます。光のトンネルには多様なステークホルダーが関わり、その実現に際しては様々な規制や技術的課題がありました。マットアーキテクツはいかにしてその困難を乗り越えたのでしょうか。マットアーキテクツのパートナー早野陽介さんと建築コンサルタントの瀬戸聡さんの対談です。今日はぜひ瀬戸さんとプロジェクトの一番初めから共に関わってきて、その中でいくつかこのプロジェクトに関して瀬戸さんがどう感じられてたか、どういうふうに見られてたかっていうことを、まあ、それがどういうふうに思いが変わってきたかみたいなことを3つほど質問で聞きながらお話をできればなと思ってます。よろしくお願いしよろましくおす。願いします。まず初めにプロジェクトが始まる前の段階のことを少しお話し聞ければなと思いまして、私の記憶では2016年の12月、本当に雪が降る中、私とマーが一緒にこちらの方に初めて来まして、
で北川さん、十日町の方、清津峡の方、そしてグリーンシグマさんと一緒に初めてこのトンネルを見た記憶があるんですけども、でそれをもってその2017年の1月に、我々の方から十日町の市長にプレゼンをして、もともとの要求であるトイレを作る、エントランス施設を改装する、そして最後のパノラマステーションにアート建築的な要素のものを作るっていうことではなくて、このトンネル全体として新しいものを作ろうと、トンネル全体として新しいアートの体験ができるような場所に変えていこうという、で我々のプロポーザルを市長がそれはぜひそれはやってくれということで、このプロジェクトがスタートしたという経緯があるかと思うんですけども、はい、瀬戸さんが我々の案を見たとき、そしてその状況を考えたときにどういうふうに考えられてたのか、どういう場所が、どういうところが難しいなと思われたのかみたいなことを少しお聞きできればなと思います。はい、そうですね、まあ、全体をこうやるということで、まあ、NAD さんからの提案があったんで、まあ、そうするとちょっと外部の方に影響も結構出てくるなと思いましたので、まあ、関係省庁との調整がね、いろいろ出てくるなと思いましたね。国立公園内で、かつ文化財の指定も受けてますので、環境省さんと文化庁さんと2つの省庁との調整が出てくるんだなというふうには最初思いましたね。で特にエントランス施設の方は外観デザインが公園内に規制がありますので、うん、まあ、そういったところも、まあ、難しいところがあるなとは思います。市長さんにプレゼンをしていただいた件についてはですね、非常にそこがキーポイントになってまして、そこで市長さんの直接このプレゼンをしたというところが大きな成果だったと思います。でそれが元で市長さんの理解が得られて、市役所さんの、まあ、向き合う方向が、まあ、決まったんだなとは思いますよね。私も同席させていただきましたけども、まあ、そこでやっぱりデザインのコンセプトとか完成形の形、まあ、目標とする完成形が見えたということで、まあ、非常にそこで、まあ、理解が深まったというふうに、思っております。一番初めの段階でこれは難しそうだな、もしくはこれはかなり調整が、これはかなりデザインに対設計に対して詰めなきゃいけないなと思われた部分がもしあれば教えていただきます。ね、まあ、先ほども言いましたようにエントランス施設ですね、あれは最初のデザインがですね、なかなかその環境省さんにOK が出ないでですね、早野さんの方に何度も何度もこうデザインを練り直していただいたというような形 で、まあ、その結果が現在の形になってますね。で、まあ、この現在の形になる、まあ、なってからもですね、その足湯の鏡の件とか1階 の、まあ、ガラスの多い壁面とか、まあ、そういったところで、かなりその環境省さんと調整が出てましてですね、まあ、そこは大変なところでありましたね。光のトンネルの入り口にはペリスコープと呼ばれるエントランス施設があり、1階はチケット売り場、カフェ、土産物店を兼ねた場所で、2階は地元で湧き出る温泉を使って足湯を設けています。一番初めのエントランスの案はもう鏡がその上にむき出しになってるって、ね、屋根の上に乗っかったようなデザインでしたね。いや、今思うとやっぱりこういろんな調整を経て、やっぱりこの場所にあるふさわしい形というか、非常にこうこの場所に馴染んだものになったのかなと私自身も思ってますし、だからこれほど多くの人が来て新しく感動する場所になってるのかなと思うので、諦めずに一緒にチャレンジしていただいて非常に感謝してます。それでは続いてプロジェクトが実際始まって進行中の時の話をお伺いしたいなと思うんですけども、このプロジェクトというのは清津峡トンネル自体が十日町市に属する施設であるということで、そしてこの場所のある清津峡の地域の皆さんのにとって特別な思いを持つ場所であったということで、ここに何かを作る、何かを変えるということで、じゃあどういうふうになるのかということを地元の人たちと共にこう説明を丁寧に重ねて進めていかなければいけない。そこで実際に感じられたこと、
どのように思われてたか、そしてどのように皆さんの反応がどのように変わってきたかみたいなことを少しお聞きできればなと思ってます。そうですね、設定段階で約3回、あとは工事する前に1回、計4回ぐらい地元説明しましたけども、一番最初にその地元の人が言ってたのは、やっぱり川の近くまで行って見るっていうのがやっぱりそのなんかこだわりがあって、最初にパノラマステーションの水鏡の案が出た時に、いや川の近くに行けないじゃないですかっていう話が出たんですよねまあそういうふうに、まあ現状をやっぱりこうどういうふうに変わっていくのかっていうのがどうもなかなかやっぱ不安があったらしいんですよね。でまあなんとか市役所さんの方たちの尽力いただいて、まあ、説明したんですよ。まあ最後まで賛否両論でしたよね。ただそのリニューアルオープンの前にお披露目会やって地元の人たちにはパノラマ説明書を見てもらったんですけど、まあ皆さん大変喜んでいただいて、まあ良かったなと思いますよね。パノラマステーションは床面の水鏡とトンネル端部まで貼られたステンレスパネルによって峡谷の絶景がトンネルに映り込み、光のトンネルを象徴する場所になっています。やっぱり丁寧にこう説明を繰り返した結果、非常にいい関係で地元の方とも、そして今もいい関係が築きながらプロジェクトが進めたかなと思っています。そしてここから少し技術的な側面の話をお聞きできればと思うんですけども、トンネルすでにあるものの中で非常に限られた予算の中で、できるだけそれを利用しながら新しい、全く新しい空間に変えていくというところで、エントランス施設、トンネルの中、そして第1、第2、第3の見晴らし場、そして最後のパノラマステーションという6つの場所があったかなと思うんですけども、ここは難しい、そして難しかったな、これは非常にチャレンジングだポイントだったなと思うところを教えていただければなと思います。そうですね、まずトイレのアクリルドームですね、やっぱりね、はい、あれは設計段階でもですね、非常に工期が短い、工事ということで、まあ、メーカーさんを説得するのが非常に大変でしたね。途中で一度断られてますので、それをまあなんとかやってほしいということで交渉して、まあ、やっとこう OK 出してもらったんですけど、第二見晴らし所にはまるで未来からやってきたような鏡面のドームが置かれています。このドームの中はトイレになっています。外はマジックミラーになっているので、内側からは風景が見え、外にいる人からは中は見えないようになっています。で実際その制作の時にもなかなか思うようにアクリルが膨らまないで、合計7回やってるわけなんですけど、そのうちの、まあ、1個がようやくね今の形になったということで、途中その早野さんと私ももうドキドキしながらまあ できないかできるかっていうところでね、非常にドキドキしたところですよね。まあ、全球ドームがね最初のデザインでしたんで、まあ、半分のドームになってしまいましたけど、まあ、でもメーカーさんには感謝してますね。うん、それの部分でいうと、もう一つ最後のアクリルステパノラマステーション の, 外を見る手すりの部分、そこだけ実はちょっと違う手すりになってるんですけど、あれもかなり、実際現場で見ながら確認して、そこで空間の効果がこうあるべきだということで、こっちの方がいいんじゃないかということがいろんな議論があったかと思うんですけども、そこの部分はどうお考えですか？そうですね、設計段階では他の見晴らし所と同じこのフレーム付きの手すりでやってたんですけども、まあ、進行したのを早野さんに見ていただいたら、やっぱりフレームがない方がいいということで、提案がありましたので、そこをまあなんとか修正をして、で今の透明な手すりになったわけなんですけども、まあ、やはり冬場の間こう取り外して保管しなきゃダメだということと、まあ、強度の問題とかいろいろな課題があって、まあ、最初はどうしてもやっぱこう普通のね手すりになってしまったんですけど、そこをなんとか、まあ、今の形に持っていけたことは非常に良かったと思いますよね。あとはそのステンレスの板ですね、天井と壁に貼ってあるステンレス板、あれも冬雪崩がこうトンネルの中に巻き込んで入ってきてしまいますので、先端の部分はやっぱどうしてもこうやられてしまうだろうということで、
まあ先端の40センチぐらいですかね、別のパーツにして取り外せるようにしてあるんですが、そういった工夫もありましたよね。今でも覚えてますけど、やっぱステンレスの反射磨きをどれくらいにするかって非常にこう丁寧にやり取りしながら、それでこれやっぱスムーズに既存のトンネルに貼るためにはどのパネル割りでどこにビスを打っていくかということも非常に一緒に議論しながら、で夏の気温と冬の気温差がある中で収縮をどう考えていくかみたいな、そして水がどうやって波紋を立てずに吸収されるかみたいな、でやっぱり非常にこう建築的なアプローチで成り立ったプロジェクトだったのかなと。でもう一つそういう意味で言うと、このトンネル部分のもともとあった既存の照明、それだけでやってるのと、今みたいにカラーフィルムをかけてカラーのトンネルにしたっていうことで、かなりこの作品としての全体のイメージが変わったかなと思うんですけど、ここの部分は特にどこの予算にも入ってなく、非常に最後のところ難しかったかなと思うんですけども、どのように感じられてましたか？そうですね、照明のカラーのカバーは結局街の市の予算じゃなくて、アドフロンストさんの方の大地の芸術さんの予算であったんですけれども、照明をですね、じゃあどう、今既存の回路が、右と左にちょうど分かれてたのが幸いしてですね、ハンさんの方はもっと暗くしたいっていう最初の提案だったんですけど、それはちょっと難しいということで、半分だけ点灯することができたもんですから、それで今の形になったというのはありますよね。トンネルの中は5色の光で照らされています。マットアーキテクツはそれぞれの見晴らし所のデザインと関連した光を効果的に使って、暗く単調だった通路をユニークな体験を生む空間と変貌させました。もう一つはその色のこの今の5色の色ですけれども、それを決めたのが実はマーさんが現場来られた時に、早菜さんと2人でトンネル歩きながら2人で喋りながらなんかこう決めていってですね、で現場事務所で10分か15分ぐらいでバーッと決めていったんで、その辺は非常にさすがのデザイン力だなと思いましたよね。なんか例えばここの第3の見晴らし所のこれも同じ形のミラーを回転させながら、はい、第3見晴らし所の壁面には水滴のような形の鏡がいくつもあります。覗き込むと景色は反射しながら延々と連なり、未知の空間へつながっているような感覚になります。そして後ろにこの間接の照明を入れて熱抜きをちゃんとしてとか、既存の配線を使いながらとかいうことで、このプロジェクト非常にその瀬戸さんたちのシグマさんのチーム、そして設備の皆さんのチームだとか、皆さんが一緒になって、じゃあこれをやるためにはどうやってやったらいいかって一緒にこう考えながら、本当にこういい関係でできたプロジェクトだったかなと思うので、非常に僕も実際楽しかったですし、ものを作ってるという感覚があってよかったかなと思います。では続いて3つ目のトピック、作品の今後ということに少しお話を進めていければなと思うんですけども、これだけ多くの人が訪れることによってまた別の側面が今見えてき始めているということがあるかと思います。それは一つ非常に渋滞が多くなってきている、駐車場までに入るまでに時間がかかる、そこからじゃあその地域の、皆さんとのこうどのようにここに訪れた人がその新たな場所、そこに漂って、新しい魅力だとか、この地のものを知っていただく場所がもう少し必要じゃないかみたいなことがあるかなと思うんですけども、今どのようなことを問題になって、どのようなことを実際にされているのかということを少し教えていただければなと思います。そうですね、リニューアルオープンの後でですね、地元の人たちが非常にいいおもてなしをしていただいているので、それもあってお客さん大変喜んでいるんじゃないかと思いますね。で渋滞の問題はですね、市役所さんとか、地元の方が一生懸命駐車場整備やっていただいているんですけれども、それでもやっぱり混雑で、ね、渋滞してしまうということになります。第一駐車場って一番近い駐車場だけじゃなくてですね、ちょっと離れたところの駐車場に、健康な人は止めていただいて、で川を見ながらこう歩いて清津峡まで、トンネルのところまで来てもらうと、
まあ、そういうふうにすることでもっとあのトンネルの魅力が、ね、上がるんじゃないかなと思ってますので、まあ、なかなか工夫しながらということになろうかと思いますね。あとはその、まあ、市役さんの方でせっかくこれだけこの、清津峡トンネルに来ていただいている人たちがなかなかあの地域の方の、観光スポットまで来てもらえないということで苦労されているようですけども、まあ、今あの大地の芸術祭のツアーも行っていますので、まあ、そういうツアーのノウハウを利用してですね、できるだけこう地域の方に誘導していくような工夫があると、まあ、もっといいんだろうなと思いますね。瀬戸さんは特にあの新潟出身でということ でこのプロジェクトを見られて、それでこれだけ多くの方がまた新たに新潟に訪れるということ でまたこれが今きっかけになっているかなと思うんですけども、この清津峡トンネルプロジェクト、瀬戸さんは今後どのようにこう育っていってほしいなと考えられているかお聞きできればなと思います。そうですね、まあ、ここはあの名所地定されて、まあ、自然公園内ですけども、まあ、清津峡温泉の、まあ、人たちが住んでいる場所ということで、あの人が住んでいるその、まあ、自然公園名所地ということになります。そういった意味ではですね、もっとその地元の人たちが世界に発信しているすごいものがあるんだと、まあ、そういう誇りを持って、まあ、今後も住み続けていくというのがいいかなと思います、はい、であとはそのトンネル自体はですね、まだ修理しきれていないところが何か所もありますので、まあ、そういうところを修理、今後もどんどんデザインがおそらく進化し続けていくような施設になると思いますので、まあ、そういった意味では引き続き早野さんたちのお力をいただければなと思います。なんか今お話聞いてて思ったんですけど、やっぱトンネル僕らも設計の時に何度もか、言及したんですけど、トンネルっていうのは外からこう見えないものだ、ただしこのトンネルっていうのは人がそこに中に入って何か新しいものを感じて出てくることによって、このトンネルの中のエネルギーがこの清津の町にこう漂って新しくこう外までこう流れ出しているような場所になってるんじゃないかなという、でこの新しい場所の雰囲気が清津の町をこう少し変えていって、そしてその十日町の方にこう波及していくような新しいこの循環の起点になっていくんじゃないかなと僕も期待していますので、ぜひ今後もよろしくお願いします。今や世界的にも注目されるような作品となった光のトンネル、完成までにはさまざまな課題があり、それを解決する知恵と工夫がありました。この光のトンネルは山水都市を理念に掲げ、世界各地でさまざまなプロジェクトを手掛けるマッドアーキテクツの仕事において、あるいは現代における建築的な観点でどんな意義があるのでしょうか。最後に東北大学で中国の建築を研究している市川浩司助教をお招きしてお話を伺います。どうも、こんにちは。東北大、先ほどご紹介に預かりました東北大学で建築史建築論の研究をしている市川と申しまして、まあかつて生活北京に留学していたことがあって、その時に早野さんともお会いして、でそれ以来中国の近現代の建築の研究をしているということで、今日は光栄ながらお呼ばれしていただいたという形になりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まずはじめにこの作品については私の方から市川さんにも説明したりとかしていたんですけども、このおそらくこの作品っていうのは実際こう写真で見たりとかすることと、実際皆さん今日感じられた中で体験されたこととかなりこう違うレイヤーが存在しているものじゃないかなと私も思ってるんですけども、実際その部分で市川さんにこう実際自らの体を通してこれを体験された率直な感想をまず伺えればなと思います。そうですね、実は2018年にも1回見学はしたことがあって、それ以来なので2度目になるんですけど、まあ、今日久しぶりに見て改めてやっぱり思ったのはカノラマステーションの美しさですね。改めて見ると人が人影になっていて、で逆にこう第一見晴らし所だとちょうどこう僕が行った頃は目立つ服装の方がいたのでよりはっきりしたんですけど、人がこうある種邪魔になっ
って、まあ、だから元々の空間では、まあ、ある種人が邪魔になって自然の景観を損なうような関係にあるのかなって気がしたんですけど、それがこう奥に行ってパノラマステーションに行くと人が人影になって暗く色が沈ん でそれ越しに見える自然景観、峡谷の風景っていうのが全然阻害されることなく、むしろ美しさとか大きなスケール感みたいな、あるいは時間性みたいなものが強調されているっていう風になっていて、なんかこう非常に面白いなと思いました。山水画の風景もおそらくはそういうものであって、こう自然の雄大さを表現するためにこそ人をちっちゃく、しかも人影状にしか描かないっていう、まあ、建築物もそうなんですけど山水画においては。なので、まあ、ある種やっぱりこう中国のベースで活動されている早野さんたちのこう特徴といいますか、そういうものが現れた空間でもあるんだなということは改めて思いました。でもう一つちょっと早めに言っていくと、やっぱりまあこれはベタではありますが、やはり建築家の作品であるなということは強く思いました。まあ、建築物というものは必ずしも作ってないわけですけれども、まあ、建築家の素養というのはおそらくまあこう敷地、あるいは敷地の周辺のまあ人工物、自然含めた環境みたいなものをきちんと丁寧に読み込んで、その環境の良さ、あるいは隠された良さみたいなものをえぐり出し掘り出して強調して、あるいはそこに足りない機能用途みたいなものを追加する、でそういうような技能だと思うんですけど、なんかまあそういうものが、まあ、だからある種講義の意味で空間を立ち上げるということですね。こう建築物を作るというか空間を立ち上げるということ、それがこの清洲町のトンネルでは作られていて、だから必ずしも建築物目立つようなアイコニックな建築は作られていないけれど、やはりまあ建築家の技能が現れた作品だなということを強く思いましたね。で皆さん今日市川さんも実際歩かれて感じられたかと思うんですけど。実は中のトンネルかなりこう起伏があるんですね、うん、足の裏で感じるんですけど、そして湿度がかなり変わってるって、で風の流れがかなり変わってるって、それがもう初めて来た時からもう僕もかなり感じてまして、なぜこの流れがあるんだろう、そしてかなり長い空間を歩いて初めて見晴らし所に行った、その何が起こるんだろうっていう高揚感、そしてそれが 1,2,3 度続いて、じゃあ最後何を待ってるんだっていう、やっぱりこの高揚感に対して答えなきゃいけないって、そのそこにやっぱもう圧倒的なもので返していかなきゃいけないっていうのが、あとあれですね、これはだから建築的というのとともになんですけど、思ったのは、まあ、映画的って言ってもいいかもしれないし、なんかもしかしたらこうよくできた漫才みたいなものかなと思ったのは、前振りがあって伏線があって、それをこう一個一個構築していて最後に大落ちがあるみたいなのが、このトンネルをこう徐々に歩いていく感覚、その気持ち心地よさみたいなものがに近いのかなというのは思ったんですね。もともと通路プラス見晴らし所みたいな、そういうものだったものを一つの流れとして再構成し直すっていう、まあそういうような設計だと思うんですけど、まあ第一見晴らし所でもともとのものがあって、第二第三見晴らし所で、それぞれこう、建築的な、それこそオブジェクティブな建築物的な断片みたいなものが付加されていくと、でいよいよ高まっていって、最後にドーンと、建築と自然みたいなものが一体化したようなこうオチが出てくる。でそれは第一見晴らし所のもともとの、見晴らし所の空間とこう対比で考えると、より、あれがこうなったんだみたいな、こう振りとして聞いてくるみたいな、でそういうようなこう気持ちのいいこうイントロからクライマックスまでがあるみたいな、そういうような体験なのかなと。だからまあシークエンスとして一つの空間体験としてデザインされているのは非常にこう感じましたね。面白いですね。あれはいくつかのこう点があって、それを結ぶようにこうトンネルがあって、それ結ばれることによってまた違う体験物語が見えてくるということ でその中でキーワードになるのはやっぱこの人の体身体、エントランス施設の2階の足湯で上を見上げながら足の裏で感じるこの大地の恵みで温泉水で、最後のパノラマステーションで今度は外の清洲川の水の冷たい水の足の裏で感じながら、そこを吹き抜けていく風の流れを感じる、常に何かのこう自然にさらされるんだけども、それが心地いい、いわゆるこう自然をこう防御するんじゃなくて、自然のこう流れに乗ることによってそれが空間が浮かび上がってくるって、それはきっと東洋に昔あって、きっと東洋の昔には我々建築家と呼ばれる職業の人がいて、そのものを見つける力が非常に強かった、でここに
このものを建てようっていうことを言えた人がいる、我々はそこにやっぱ立ち戻れるかということがあるんですけども、うん、それがもう2つ目の、トピック質問になるんですけども、エントランスから中に入って暗い中を安住のしながら、こう1つ目2つ目3つ目4つ目を体験して、またさらに戻ってきて外の世界に戻ってくると、それはどちらかというと建築的体験、アート的体験というよりも都市の体験であるような感じで設計をしていた。じゃあ都市であるんだったらどういうことがその場所に必要なのかということを感じながら、あ、いわゆる点線面になって、さらにこの奥行きが時間を感じる身体を、それに対して、まあ、だから単体の建築作品ではちょっと語れないような、あの体験を僕らは得ることが、あのできたんじゃないかなと思うんですけども、このプロジェクトの持つ独特な特殊なこのスケール感について、お伺いできればなと思います。確かにあの結構全長で700メートル近くあるんですよね。だからあの普通にこう通路と一個一個の見晴らし所が4つあったとしたら、まあ実はこう普通にあったら飽きてしまったり疲れたなって感覚になるのかなと思うんですけど、シリとまあこの作品においてはまあやっぱり全一つのパッケージとしてちゃんと作品化されているっていうこともあって、あの単なる通路もあの期待感を煽るための細い空間として成り立っているっていう意味では飽きない、疲れあんまりだから疲れも感じないのかなというふうには思いました。でスケール感、都市っていうのもまあもしかしてそういう飽きのこなさ、その散策、歩いていろんな風景に出会うみたいな、そういうこう歩きを誘発するっていう意味では都市的なものがあるのかもなというふうにも思いますし、あとより僕はあの、まあ、中国のことをやっていたってこともあって思ったのは、あの中国の園林、まあ、これ日本 の、 あの庭園もそうかもしれませんけど、園林の空間体験とかに重ねるのももしかしたらいいのかなというふうに思いました。ちなみにその園林というのは中国の庭園という意味です、はい、庭園という意味です、はい、であれはまあやっぱりこう基本的には自然を模造するあの空間なわけですけど、あの一個一個の風景があってで、それを強調するために建築が、あの、あの窓とか門とか建築物があり、でそれを巡っていって一つの体験として成り立たせるってことをやっているので、なんかまああのまあ、もともと中国の園林的あの庭園的な空間と都市的なあの体験というのはもしかしたらかなり重なるところがあるのかもしれないんですけど、どっちかというと僕は庭園的なこうスケール感とか体験性みたいなものを思いました。なんかこの辺はいかがでしょうか、都市とか園林については、うん、それを今考えてる、先週の土曜日にちょっと打ち合わせで同じようにここに来てたんですけども、その時にこう見てると来てる人、お客さんが普通にこう犬を一緒になって中に入ってるって、おそらく日本のこの公共施設というかそれで犬連れて中に入れるってことほとんどないんじゃないかなと思いながら、その風景いいなと思ったらもう一匹こう後ろから来てとかさっきもいましたよね犬確かその非常にこのおおらかさというか、なんか外と中も境界もないしっていうのは、あの設計をしてる工事をしてる時もあのトイレの上の一箇所に必ず朝カエルが止まってるっていう、うん、それをこうどかすのも失礼だしと思いながら、なんか必ずなんかどっかのところに何かがいるとかっていうので、うん、僕らの方が後から来たもんようなもんなのでと思いながら、そのやっぱり都市である庭園であるとやっぱその境界がない、こう開かれてるっていう心地よさであって、やっぱりそのオープンバウンダリーというか、あのやっぱりこう開放系であるっていうことでありながら、やっぱ何か人工的なフレーミングをしているっていう、うん、ここでは僕らも中国の庭園の研究非常にするんですね。それは、うん、あのどこの場所でいわゆるあのヨーロッパ的な庭園で上からこう見るんじゃなくて、人が中に入って見えないところでパッとこう空気が開ける、開けたところには何かってこう自分たちのこうあのコントロールできる近景中景、自分たちのコントロールできない円形のところをどう軸に入れていくか、そこによってあるフレーミング、それはあのアブストラあの抽象化でもあるんですけども、それが行われて、つまりそこには設計者の意図が入っていて、でそプラスその場所性っていうのが必ず出てくるっていうことで、じゃあこれは新しい現代における庭園であるっていうようなことも言えるのかもしれないですけども、やっぱそのオープンエンドであるっていうことと自然をどう取り込んでフレーミングするかということで、プラスその自然の水であったり風であったりということが揺らぎを、内部と外部のこう境界線を常にこう揺らがすっていうことがっていうのが無意識のうちでやっぱあったのかなっていう。フレーミング、なんかこう
多分つまりアートトリエンナーレの作品でも自然とこう作品アート作品建築的な構築物みたいなものが融和するような作品っていうのは多分それなりに多いと思うんですけど、やっぱりなんか この作品においてはもうちょっとこうなんて言ったらいいんですかね、両者の関係が拮抗しているっていうか、どっちかがまあ結構どっちかが主役でどっちかが従属しているっていうのではない関係、あるいはまあそれが簡単にコロコロと反転し合うような関係になっているのかなというふうな体験はすごい思うんですよね。そのやっぱりこう第二第三見晴らし所のあのデザインあるいは形態ってかなり奇抜というか、あの人工性の強いその鏡面ガラスだったり白黒のストライプだったり、あの強い形デザインだと思うんですけど、まあそれがあるからこそ外の風景があのより魅力的に見えるし、まあ、外の風景があるいは音が聞こえるからこそそういう人工的なあの操作っていうものも際立つしっていうのがこうギリギリのところで拮抗している、どっちもあの、存在感を放っているっていうのがやっぱりこうこの作品の魅力なのかなということは思いますね。で山水都市っていうのもあの伝統的な山水都市っていうのもおそらくはやはりまあそういうものであったんだろうと、自然だけではないと、あるいは あくまでも人我々を通したで再構築再解釈された自然とあの人の環境、それがセットになって集めて公理の意味での我々が住む環境であるっていうようなそういうふうなものだと思うので、なんかまあやっぱりこう、そういうなんて、建築家あの MAD って建築家の思想のこうなんというか、ピュアなところっていうかそういう根源的なものがあの表現されている作品なのかなというふうに思います。はい、今のお話を伺っていまして、やっぱりあの最後のパノラマステーション、あれ人が入らなくても多分成り立ってた空間だと思うんですね。人が入れなくしても、でも僕らはやっぱり建築もそうですけども、竣工した時の写真が一番美しい建築ではなくて、やっぱりそこに人が入って人が作ることがよって建築が生きてくる、だからやっぱりその人が入ってそこに波がいろんなインタラクションが起こることでそれが空間が生まれて、しかもそのそこに入った人たちがこっちを向いてるんじゃなくて、やっぱそのさらに外にある自然に対して圧倒的に何かを感じてるっていう姿が僕らが感動するというか、やっぱりそこに何かを示唆してくれてる、だからそこに人が入って彼が何かを彼女が何かを感じてるっていう姿がその空間の完成形であって、多分それは全ての瞬間によって違うんでしょうけど、まあ、それがやっぱり人が関与するっていうことがポイントなのかなと思って、ついでに、はい、あの細かいところ、あのだからこう割とこう最近は人間以外のものに注目するっていうのが思想とかあのの潮流であると思うんですけど、やっぱりまあ割とそれはこう結構素朴なのかなと思っていて、人間以外のものに憧れを持つっていうよりは人間を通した人間以外のものみたいなものしか我々は認識できないし感じないので、なんかそこにあのまあそういう思想的な流れには違和感があったなっていうのをあの話を聞きながら、あるいは今回体験しながら思いました。やっぱりあのいろんな人からお話聞くと、以前はやっぱりかなり高齢の人が訪れることが多かった、でもあのこの作品ができてからこのかなりこう若い人たち、そして子どもたちもいろんな人がこうそれぞれの視線でこのインタラクティブに楽しんで帰ってくれるっていう、やっぱりそれが場所の持つ魅力であったりとか、もうどんな例えばこの話をしなくても多分いろんな楽しみ方がある、でこの話を聞いた後でもまた違った楽しみ方が見えてくるっていう、それがやっぱり建築であったりとかその場所の持つ魅力であったりするのかなと思います。かなり意識したのがやっぱりこの場所の特徴を、この場所の美しさをより具現化できるような、より人が感じられるような形の場所の再生の仕方ってないだろうかと、で、この場所だからこそ人が感じられる感情ってないだろうかってことを考えながら設計したんですけども、おそらくこのようなポテンシャルを持っている場所って日本全国いろいろあると思うんですね。でおそらくこのような場所が日本全国あと10個できたら日本の風景ってものすごく美しくなるし、その住んでる人たちがものすごくプライドを持って自分の場所はこういう良さがあるんだっていうこと、そのためにはやっぱりかなりのコミットメントをしなきゃ、もうやっぱりある一定の期間ある建築家なりがかなりその地域のことを理解して
自分の肌の自分の場所としてそれを答えなきゃいけないということと同時にその住む人と一緒に作り上げていかなきゃいけないということがあるかなと思うんですけども、おそらくこういうことってこれから今の日本にすごく必要なことじゃないかなと私は思ってるんですね。でこういう形のリノベーションの形によってそのいわゆる新しい地域おこしじゃなくてもっと深いレベルの意味でその土地の持ってる力を掘り起こすきっかけがこう窓になるような施設ができてくるのかどうか、もしその可能性について市川さんがどのように考えてらっしゃるかお聞きできればなと思います。いやお話を伺っていて、冒頭も言ったようにやっぱり建築家の能力っていうのはやはりこう既存の環境を読み込んでそれをこうの足りないところを補い良いところをさらに増幅させるっていう能力があると思いますので、非常に可能性があるんじゃないかなと思います。多分これまで10年ぐらい前までは建築家が地域に関わるっていうと、ある種こう人を呼べるようなそれこそアイコニック、いわゆるアイコニックな建築を作る、要するに箱物ですよね、もう作ってで良しとしていたようなところがあるのかなと思いますけど、日本の社会状況を踏まえればそういうのはもう、フィットは絶対してないと思います。既存の、今回のようなこう土木構築物と自然環境景観みたいなものをどれだけその既存のものをどれだけこうよりよく増幅させていくのかっていうそういうことが求められる時代だと思いますので、その中では建築家という職能は非常に活躍できる、なんというか、活躍できることが活躍することができるんじゃないかなと思いますね。で例えば最近の中国とかでもやっぱりこう地域の中で建築を作るってことは盛んだと思いますし、あるいは対比的に考えると、アナヤって中国で不動産デベロッパーでいいんですかね、我々もやってます。あ、本当ですか。アナヤとかのプロジェクトですと例えばそれこそ不動産開発にこう、建築家も関わってで非常にこう、魅力的な形の建築を作ることによってブランド力を高めるみたいなことをやっているわけですけど、ある種その仕事もされているということですけど、今回のお仕事あるいは早野さんが先ほどおっしゃっていたことは結構 対比的というか一つアイコン建築みたいなものを足すっていうよりは、既存の建築により魅力的なアイコニックな操作をしていくっていうそういうことでちょっと対照的なのかなとも思ったんですが、ですね、多分このプロジェクトのようで私も非常に学んだんですけど、日本において建築の枠を超える土木的なもの地域的なものに行くと非常にこう規制が多くなっている、先ほど環境庁文化省自然公園地域の人十日町運営維持管理年間予算こう予算組ってなるとやっぱりこうみんなこうやっぱどうしてもこう縦割りになってくるので、そうなると誰かが横をつなげなきゃいけなくなってくるんですね。これがダメだと、じゃあその何だったら OK だって聞いてその中でできるようにこう案を変えて、じゃあこれだったらいい、もう 5,6 回全てのことに対してそれぐらいネチネチとこうやっぱやっていかないといけなくて、ただしそれをやっていくとそれを応援してくれる人がこう周りにこういるんですね。こう清津のこのエリアの十日町でもこう北林市皆さん北川さん皆さんこれはいいと、それでじゃあ実現するのは建築家の務めなので、それをじゃあ条件を洗い出して何ができるか我々のこうアイデアを出して、じゃあその中で何これだったらできるんだっていうことをこうじゃあこっちだこっちだとこう攻めていかなきゃいけない。ただしそのためにはものすごく時間とこの労力とあれが必要になってくるということ で少しでも今回のプロジェクトでそれが少しこういうことであればこれだけこれいろんなものが見えてくるんだってことができたので、それをもっていろんなところにこうあじゃあうちもと思ってくれる少しなんかきっかけになって、もう全くじゃあこう山の中じゃあ川の近くのところだったらこんなどんなことができるんだろうとか、じゃあ海の前だったらどんなことが森の中だったらどんなことかとか、そんないろんなこうワクワクするような風景を僕は子どもたちの世代にもさらに残していけたらっていう、少しでもこう良くしてこの、ね、去っていきたいと思っているので、ぜひこういう可能性があるのかなと思う。そのためには市川さんとかいろんな方とこういうこの、ね、考えを共有しながらやっていく必要があるのかなと思うんですけども、マットアーキテクツは光や風温泉水や川の水
反射や色といった極めて基本的な要素のみを使用しつつ、気をつけように繊細に寄り添いながら全体として一つの旅を紡ぎ出しました。日本三大渓谷の一つに数えられる清津峡、その雄大な景観を楽しむために整備されたトンネルは22年の時を超えて光のトンネルとして蘇ったのです。そしてそれは世界中の多くの人を引きつけるようになり、一つのアートプロジェクトであることを超えて地域再生の希望の光ともなっています。マッドアーキテクツはこのプロジェクトを通して建築が持つ力、そして未来を切り開く可能性を示してくれているのでしょう。